最初に自己紹介をお願いしますはいえー、栃木県出身でえ1994年生まれでえ地元でレゲエの DJ やってるでマカって言いますあと、まあ、好きな食べ物が鶏の唐揚げで,でまあフリースタイルバトルとかも一応その DJ として出場しててでまあラバダブとかクラッシュの方とかも、えー、結構出たりさせていただいてて。 で、まあ今ちょっと東京に住んでて活動してます。よろしくお願いします。若さんの名前の由来について教えてほしいです。はい、えー。自分があの仏教高校出身だったんですけど、それで高3の時にマカハンニヤ信仰っていうのを、えー、最初に習うんですけど、それで、えー、その仏教の先生がなんか絶対に 告白が成功するやり方を教えてやるみたいな感じで言ってきて、で、まあ、みんな食いついて、で、なんかその答えが、マカ好きだって言えばいいみたいな言われて、まあ、みんなキョトンってなったんですけど、なんかそのマカの意味が、まあ、その無限を除いて一番でかいことを指すみたいな言われて、まあ、マカ好きだには食いつかなかったんですけど、そのちょっとマカの意味に惹かれて、ちょうど音楽始めるなんか時だったんで、あ、ちょっとマカでいこうと思って、 そのマカ不思議の「マカとか「マカあいな神経の「マカで「マカにしました見えてるタトゥーにも「マカとあ,あそうですこれも最近彫ったんですけどちょっと見せていただいていいですか<あ>カメラにまだちょっとあの馴染んでないんでちょっとかさぶたのめになってるんですけどどこで彫ったんですかこれはあの,その高校から一緒の友達がいてそいつが今彫り師やっててそいつのとこで彫ったんですけど 地元で。地元ですね。なんかスタジオとか構えて、ちゃんと名前出してやる。な、なんていう堀さんなんですかえっと、堀ゆきっていう、えー、堀氏での、見た目、見た目っていうか、まあ、外人なんですけど、結構もう中学ぐらいからずっと絵、堀氏やりたいってって絵描いてて、で、なんかもう今立派に結構いろんなお客さんとかもちゃんと掘ってて。堀ゆきさん。堀ゆきですね。